ベン・ロズウェルは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ウィスコンシン州、ケノーャ出身。ロズウェル MMA、LCCT 所属。ノルウェー人とアイルランド人家系の両親に生まれる。6歳の時に、脊柱髄膜炎を発症、昏睡状態に陥り、一時は、目が見えなくなる重症で、病気と治療の影響で肥満になりやすい体質になった。 19歳の時に飲酒運転の交通事故に巻き込まれ、一緒にいた友人が死亡、ロズウェルも頭部に大怪我を負うが、この事故がきっかけでロズウェルは人生に目標を持つようになった。2001年1月6日、プロ総合格闘技デビュー。2002年9月21日、US セミメヘビー級王座決定戦で、ジョナサン・アイビーと対戦し、 カットで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2005年1月23日、初参戦となった、シュートボクシングで、ノブハヤシと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2006年3月3日、グレーシー FC で、ダンボビッシュと対戦し、膝蹴りで小勝ちを収めた。2006年4月からは、アイフルに参戦。 パッド・ミレティ・チヒ・キール・クワッド・シティズ・シルバーバックスに所属した。2007年4月7日、アイフルでロイ・ネルソンと対戦し、2から1の判定勝ち。2007年9月20日、シーズン最終戦で元 UFC 世界ヘビー級王者のリコ・ロドリゲスに判定勝ちし、13連勝を挙げた。2008年7月19日、アフリクション・バンドで、 アンドレ・アルロフスキーと対戦し、3R に右アッパーで小負けを喫した。2009年8月1日、アフリクション、トリロジーで、チェース・ゴームリーと対戦予定であったが、大会が中止となり試合が消滅した。2009年10月24日、UFC 初参戦となった、UFC104 で、ケインベラスケスと対戦し、西小負け。 2010年2月20日の UFC110 で、ミルコクロコップと対戦予定であったが、試合地に到着後、ウイルス性胃腸炎のため急遽欠場となった。2012年4月21日、UFC145 で、ブレンダン・シャウブと対戦し、左フックでダウンを奪うと、追撃のパウンドで 1RKO 勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2013年8月31日 UFC164 でブランドンベラと対戦し3試行勝ち。試合後に薬物検査の結果で許容値を超えたテストステロン値の上昇が検出されたことが発表された。ロズウェルが試合前に テストステロン補充療法の許可を申請していたため、ウィスコニシン州、アスレチックコミッションは出場停止などの処分は課さずに、警告を出したのみだったが、UFC が独自にロズウェルに9ヶ月間の出場停止処分を課した。2014年9月5日、UFC ファイトナイト、ジャコレー VS、モーサッシュでヘビー級ランキング7位のアリスター、オーフレームと対戦し、パウンドで TK を勝ち、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年6月6日、UFC ファイトナイト、ボチ VS、ヘンダーソンで、ヘビー級ランキング13位のマットミトリオンと対戦し、午後チョークで一本勝ち。2016年1月30日、UFC オンフォックス18でヘビー級ランキング8位の、ジョシュ・バーネットと対戦し、タックルに来た、ジョシュの首を捕まえ、午後チョークで一本勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。女子から、キャリア初の一本負けを奪った。2016年4月10日、UFC ファイトナイト、ロースウェル VS、ドスサントスで、ヘビー級ランキング5位のジュニオールドスサントスと対戦し、0から3の 5R 判定負け。2017年3月7日、同年の2月6日に実施された、 薬物検査で、ロズウェルにアンチドーピング規則違反があったことが発表される。2018年4月6日に調査と裁定を完了した全米アンチドーピング機関が、ロズウェルのアンチドーピング規則違反がアナボリック、アンドロゲンステロイドの陽性反応検出だったことを公表し、ロズウェルに2年間の出場停止処分を課した。2019年3月9日、 UFC ファイトナイト、ルイス VS、ドスサントスで、ヘビー級ランキング15位のブラゴーイーワノフと対戦し、0から3の判定負け。2019年11月7日、UFC オン ESPN、オーバーム VS、ラザンストロで、ステファンストルーフェと対戦。ロズウェルのキックが、偶発的に2度ストルーフェの下腹部へ入ったため1点、減点されたものの、 再開後にスタンドパンチ連打でダウンを奪いパウンドでに、しこがち。ありがとうございます。